チャオ、あっちゃんです。今日は12月10日、あっちゃんの朝ごはん、パンです。ではパン、くしゃくしゃになってる。パン、いい倦怠感です。はい。ちょっとね、いろいろと疲れております。はい、大丈夫ですよ。はい、では食べましょう。今日ちょっとね、変わったもの作ろうかなと思ってね。来てますね。ウィーナー、バジルの、モッツァレラバジルウィーナー、これを使って、ナスの漬物、この漬物もしないのよ。どうしよう、研究しよう。これをね、細かく切ります。これをね、ナスのね、お漬物のタルタルソース、さあどうなることでしょうか。そこにバジルチーズの、バジルチーズってチーズがいっぱい入ってるんでしょうね、練り込まれてんねんな。これで、チーズ乗せて焼いていきます。トマトジュース、朝から水いっぱい飲むのにすごい体にいいんで、朝から水飲みましょうね。特にこのシーズンね、朝起きたらめっちゃ口の中乾くと思うね。口の中乾いてるのは口じゃなく喉が乾いてるサインやねんて。その時はね、水いっぱい飲みましょう。そんな寒いけど、めちゃくちゃ寒いわけじゃないか。アイスコーヒーでいいや。焼けたら食べましょう。はい、焼けました。では食べましょう。いただきます。美味しい。ではナスビのピクルスがどうか食べてみましょう。タルタルソースって噛んだ時にシャキシャキ感、玉ねぎでもそうやし、たくあんタルタルもそうやし、いぶりがっこタルタルもそうやけど、こうシャリシャリってなるけど、それがないね、くにゃくにゃっていくんだけど、味がね、ナスビとピクルス液の
あの味がめちゃくちゃ美味しい。それとマヨが合うねん。うん。噛んだ時全く歯ごたえがないわけじゃないね。こうシュッ、クシュッ、シュッってこう入る感じ。うん、美味しいよ。うん。今はマヨと、まあ卵あったら別にいいんだけど、マヨと、お漬物やったら、いろんなタルタル作れると思うね。うん。OK。はい、鼻が出て寒いねん。うん、そこを立ち上げてこう。なんでこんな立ち上がって、誰かタスクマネージャーが立ち上がってる。はあ、うん、おいしい。あ、うん、そうね、今日かテスト休みだから、歯茎が重かった。1時ちょいくらいに起きた。昨日はね、何時に寝たっけな、1時過ぎやったかな。そう、6時間ぐらい寝てんのか。うん、いや、色は僕も6時前ぐらいに起きて、6時前6時ぐらいに起きてるでしょ。で、バーって起きるけど、ね、そのショットあったとおりに、あっちゃん7時ぐらいに起きたときに起きとってん、ここでおってん。で、毎日早起きてるから目覚めたとか、で、ここで二度寝しとんね、今。うん、かもがくる。もう、ゴミ出してきてん、パジャマで。ゴミ出して、ね、収集中じゃなく、うちの家の前を置いといて、ね、だから、うちの前に飛んできてくるから、パジャマで行ってきてん。今日6時間ぐらい寝たし、おっきい。なあ、昨日の動画ちゃんと作ろう。作らへんの、さっきだとか。もう消えちゃったな。そうすぎてるわ、でも。あ、美味しい。漬物っていろんな使いができるよね。ああ、なんか、今日何しようかな。
あー、私も眠たいな。ということでね、今日はね、一日多分編集してると思うんだけどね。もう今週はね、予定入れてないの。だから、10日でしょ。10、12、13。今週ですね。次、16日のコリアンタウンまで予定入れてないんで、この今週ちょっとね、頑張って、動画作っていって。で、って言いながらもね、お買い物、一応、今週途中ぐらいまでは買ってあんねん。で、量が明日、明後日か。明日はいいねんけど、明後日がなんか、お弁当いるらしいねん。で、それが最後になるんちゃうかなって本人も言ってたん。12日か、木曜日いるルートやったん。13休みやとったような気がしたな、ちょっと。わからへんねん。なんか今週そんな感じ。で、来週はもうほぼほぼ休みで、終業式でしょ。あれでしょ。三者懇談。三者懇談とろしなもん。だから、うっちゃんは、23日終業式だな、確か。高校も中学校も一緒やったよ。多分ね、23終業式。23終業式。だから24から、ちょっと当分。けね、次7日やろ。7日が始業式ちゃうかな。確かね。忘年会だったの。7日始業式。で、8日から給食始まり。もういきなりやね。3学期はね。だから、7日までか。7日だけど、火曜日までか。あ、じゃあ火曜日からか。じゃあ月曜日までか。中途半端やねん、今年。三が日が、水木金でしょ。で、4日土、4、5が土日でしょ。だからね、6日月曜日やから、多分ね、もう5日までどこ行ってもバリゴミなんよね、多分ね。で、旅館なんかでも多分三が日料金外れても4、5が、休日料金でしょう。で、だから5、6は安いけど、5、6で行くと、今度逆にもう7日学校始まるからしんどいでしょ。1日休ませてあげたいから。で、3発連れて行かなあかんねんな。3発が、いつ行こうかな。いつやったっけな。1月予約したような気がするんだけどな。ちょっと、あれだったかな。ユーロ入れたかな。1月の違う、1月書いてないな。入れてないな、スケジューラーに。1月、多分1月6は、断髪屋さん開いてないと思うんよな。年末も忙しいから、いつ連れてこかな、断髪の最終、確かに。まあいいや。ね。痛いわ、腕、パンパン。カメラとかいろんな機材持つでしょ。パンパンなんの腕が。ってことでね、今日は、何しようかな。何かしましょうね。はい。ということで、楽しいことでしょ。というか、まあ動画編集やらねえよね。で、動画編集しとったら動画新しいのが作れへんから、新しい動画は、まあね、あれしましょう。みんなにね、喜んでもらえるように、あちゃんも楽しく動画を作っていきます。で、もちろんね、ロケの動画も、ちょっとね、ネイルオイルのときます。ロケの動画もね、編集しながら、その間、動画なくなるからね、なんか撮って、トーク撮ったりとか、いろいろします。で、今のところね、そんなに言うこともないねん。言うこともないっていうか、また、なんかちょっとトークとか撮ったりとか、いろいろするわ。で、システムあって、カラコン入れる練習でもしようかな。
けね、カラオケ、そうそう、年明けね、今のところ1月16日、でならやろうかなと思うね、うん、それも募集しとこうも、1月16日、名古屋いつ行こうかな、名古屋2月にしようかな、2月怖いよな、雪ね、だから、灰原、最悪灰原あかんだら、行きがな、朝になって雪積もっとったら怖い、2月とかってありえるから、スタッドレス変えるかな、スタッドレス変えたら嫌いやね、タイヤふにゃふにゃするからさ、年に2回ほどしかいらんねん、その2回がさ、それに当たったらどうぐらいもないやんと思って、綺麗になりました。だいたい毎日ね、こんなの塗ってんねんけどね、あね、うん、そんな必要ないよって言ってくれてんけど、やっぱり手先綺麗ほうがいいやん、ツヤっとしてるわ、うん、オイルがね、すごい伸びるしね、けど手に塗っても潤うから、やっぱりね、こうお手手が綺麗と若く見えるやん、うん、一緒ね、ニュートロジーのとこ、ほんまにね、あんまりスキンケアとか努力せえへんなっちゃうんだけど、うん、お手手は綺麗ほうがいいから、はい、ということで、今日は俺コメント欄開かへんぞ、どこ動画出そうかな、食べ歩き動画をね、編集ちゃんと出すか、先に編集してから後からね、ロングバー出すか悩んでんねん、今日はね、楽しく行きましょうね、あっちゃんね、今日はまあ編集に一日多分使うと思うんやけど、それでまあよしかなと思います、はい、いうことで、今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにして、ゆっくり編集を始めていきたいと思います、その前にお着替えするわな、これでは、ね、まあ、これでも一日過ごせんことないんだけど、ダメ人間になった気がすんね一応着替えます、はい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね。バイバイ。